ただきます。レディオアクアス、那須野の大地をもっともっと楽しむための番組はい、合わないの分かってて無理やりやってみましたけれどもね今週も今月もさっきからボロボロす今月も、はい、ちょっと寒さのためにですね、探検隊がまだ外に出るの嫌だということで、はい、調査隊の方の報告書を、引き続き進めていきたいと思います。ではコウさん、はい、今日はどこからでしょうか。前回はですね、印南城作さんの、はい、まあ、年号といいますか年表をちょっとやってみたんですが、はい、今回はですね、八重田武さんの方あります、はい、まずですね、1849年の11月14日、うん、塩谷郡の八重田村、今の八重田市ですね、そちらで八重田武さんは生まれています。その後ですね、那須疎水の開作、開作、開作、那須開墾社の創設にあたっては印南さんをですね、援助してその力を発揮しております。その後ですね、印南さんが那須野ヶ原の開拓とともに歩んだのに対し、八重田武さんはですね、那須野ヶ原の開拓を基礎に幅広く活躍した人物でもありました。下野銀行ですね、などの多くの事業を起こしまして、うん、県下有数の経済を立て直したというか、起こした人ですね。すごいですね。どっちかといえば、また一緒にやった中ではあれですね、経済方面の方を中心にやったっていう方法なんですね。南井城作さんよりも18若いんだよね。18歳ですか、うん、まあ、年齢がちょっと離れていても、まあ、意見があったというか考え方がね、そうですね、目的が一緒だった、うん、ということだから ね、うん、その八重田武さんなんですが、お父さんがですね、坂巻五右衛門久重さん、久重、はい、寿って言ってですね、寿の重、久重さん、母は恵子さん、普通ですねその長男として生まれております。そして幼名、これ七五郎、七五郎ですか、うん、七五郎さんと言ったそうです。お母さんはですね、8歳の時に亡くなりまして、お父さんも武さんが10歳の時に亡くなっております。で、孤独になってしまったということですね。おばあちゃんとおじいちゃんにより、まあ、その後、まあ、育てられたということになっています。この時代は結構、まあ、多かったんですが、名前をね、また何回か変えられるということで、その先ほど言った名前からですね、武部とまた本当名前を変えております。そしてですね、お父さんが10歳の時に亡くなった後にですね、何を想像しますか。家督、これって家督、家督ってどういう、家督って家の財産、財産ですか、うん、土地、電波だと、あ、家の財産を10歳にして相続したってことなんですね、うん、ですね。それで姓をその時に八重田になったってことですね。八重田武士、あ、八重田、この時武士にはなってないんですかね。武部、焼いた竹部だったと思うんですか、うん、そうだね、竹部で姓を改めた。前は坂巻だったね。ですよ ね。で、この時はじゃあまだ相続した時点では焼いた竹部だったってことですね。坂巻竹ですよ。あ、坂巻竹部ですか。そうで、後に焼いたになったってことですね。そう、その時も焼いただった。焼いたという地名だったんじゃないですかね。八重田さんはいなかったんですかね。八重田、大体昔の名字って地名であったり、その状況であったり、あ、ね、状況、田中とか、そう、田んぼの、そういうやつですね。今八重田市見ても八重田っていう人は結構いますよね。
そうですか。関係してるのかどうかわかんないんですけど、するとたけしさんの末裔の方、はい、可能性はありますよね、うん。はい、続きまして17歳の若さでですね、矢板村の組頭になすってます。すげー、高校3年生、うん、これはやっぱり能力があったっていう、そうですね、ことなんですかね。17歳になったってことは家督を相続したから、はい、結構土地持ってたんだよね。あ、よくね、矢板さんの土地通らないで駅に行けないとか言ったもん。あそれぐらい持ってたってことですね、うん。その後ですね、八重田村と今度名手に向かってます。組頭から名手になってます。そうですね、それ名主だね、名主、あ、名主だ、すみません、名主ですね。それで同じ明治2年の名主になった同じ年の6月ですね、八重田村のですね、他9カ村の名主の当主となってます。これ1箇所だったのが9箇所になったってことですか。じゃあその他でしょ、だから矢板村があり、その他ですね、いろいろ周りの矢板も一つじゃなくて、中の方とかさ、じゃあまた違った地名だと思って。あ、でもこの塩屋郡矢板村だから多分あれですよね、9箇所っていうことは塩屋郡全部ぐらいそうだね、塩屋郡矢板村だから、その隣のね、塩屋町、玉乳だとか、うん、とか、こっちも一緒なのかね。自分住んでる中地区も今、昔の人は中村ってやっぱり言いますもんね、うん。その頃あれか、塩原町も塩屋郡塩原町だった、ね、塩原村だったんですよね。そうそうそう、うん、塩屋郡だね、細かく分かれてたのかも。大きな村は違ったんだよね、流れから言うとそんな気がしますね。でも大きな村も矢板のつながりの大きいよね。あー、確かに大きなの人、矢板の高校に行くもんね、行ってたよね、前は、あの塩屋郡、同じ塩屋郡だったから昔、学区があったでしょ。なるほど、うん、ちょうど成田とか豊田地区は、うん、昔は野崎だったんですよね、あっち側に。あ、で、それでその後に大木川を挟んで変わったって言ってました。ああ、そうなんだ、うん、あのおじいちゃんがだから、うーん、昔は違ったって。ああ、そうか、そうか、そうか、川ね、川挟んで変わったって言ってましたね、うん。はい、後々ですね、明治6年とか8年とかいろいろあるんですが、8年の時にですね、七島郵便取締役、七島っていうのは何かまた名前なんですかね。そうじゃないですかね、今の郵便局長みたいなもんですか。取締役だからそうでしょうね。七島っていうのは多分そのランクじゃないかなと思う。違う郵便局の局長もやってたんですね。この地また行きますが、第三大区、那須とか塩屋郡においてですね、印南さんとともに官業化、これは付属ですか。そうですね、官業、これは銀行関係。そうですね、第一官業銀行の官業ですね。この時にじゃあいくらかもう銀行のともまた協議始まってたってことですか。そうだね、この頃那須野原にはまだ人はいなかったですね。ちょうど11年ぐらいからこうぼちぼち移住人が来たぐらいなので、まだまだこう矢板の方がこう栄えてたというか。その後もですね、同年、昭和高専会議員、まあ、なんか随分偉い肩書きがたくさん並んでますけども、うん、これどん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 、これ、これ県会議員ですよね。出世してるってことですか、やっぱり。うん、議員さん、まあ、政治家になった、
実業家から政治家になった。学区のこれ取締役っていうのは今度はこれは政治関係ですか。なんでしょうね。学区学校関係ですかね。そして11年11月塩屋郡の書記になって12年初代栃木県の県会議員ですね。ここで県会議員になってるんですね。そうですね。初代初めてってことですね、うん、この年に多分その議会制度ができて第1回目の選挙だったわけですね。あ、なるほど、うん、でもこの頃の選挙って当然男性だけで納税額がいっぱい税金を納めた人しか投票できなかったんですよ、ね、うん、なんかそういうの勉強しましたよ昔ね、うん、まあ、いろんな意味でこう権力があった方が慣れたっていう選挙に出れたってことですか。そうですね、まあ、間違いなく私は投票権なかったね。でですね、共同会社を作ったんですね。その副社長となりまして幹事としても力を発揮しております。もち水路を作るにあたってはですね、印南さんとまあ行動を共にしまして、運河路線、もともとあった運河路線ですね、そちらの調査を始めとしまして、常にこう2人で行動して、そうで10年は烏ヶ森に伊藤博文が調査に来たんだよね。お、松方正義とね。ちょうどこれがその12年の時のこの水路改札の調査っていうやつじゃないかな。まあ、それがこの調査なんですね、うんうん、うん、そうだね、当初は運河構想だったからね。運河ですね。21年1月になりますけども、那須開墾社の社長となってます。これ稲見城作のね、あの引き継ぎです。亡くなったの。あ、この今年で、うん、1月で引き継いで社長になったと。そう。そして、まあ、5年後26年になりますけども、開墾社解散しました。まあ、予定よりも2年早かった。そうですね、ここでね、結局整理券がなかったんだよね。整理券がその松方だとか、その黒磯地区にもあったでしょ、黒磯地区の青木だとか、うん、そういう、農場に整理券があって、なかなか那須開墾社はその頃は入り合い券っていって、山に栗を拾いに行くその入山料で食べてたっていう記録が残ってるんで、やっぱりそこら辺でやっぱり業績不振っていうやつですかね。じゃあ倒産みたいな感じですか。そうだ、まあ生産ですけどもね、はい、成り立たなくなって、ベイタさんもこれで随分お金は使ったみたいですね。はい、ということでですね、まあ、今週は矢板武史さんの、生まれてから明治の26年までのところをねやりましたんで、また来月続きを、進めさせていただきますということで、劇団の方の情報とか、劇団情報ありますかね。はい、ですね、はい、まあ、今年また18回目の公演をもう予定をしておりまして、9月の17日の日曜日だったかな、確か。3連休があるんですよ、ね、9月にね、3連休のちょうど日曜日真ん中の日、 1年ずつずれてくるので、去年が18日だったから、はい、今年は17日で、
16、15、14になる、13になったら今度20に戻るんです、確かに。17日日曜日1時半と5時2回公演をまた、これ去年のこんな形でまたやります。大体稽古は4月頃から、はいはい、やる予定ですので、もし興味のある方はここに連絡せばの、ここに出ない出ない、番組ホームページにお問い合わせください。はい、あの隣にいるあの整屋さんがどうなんですかね、なんか雰囲気的にあの移住人にぴったりのような気がしますね。マジですか。しますね、うん、何事も経験ですから参加ということで、うん、私、ね、何事も経験ですから、ちょっと後からの報告で悪かったんだけども、木八に入るとあの力益っつうのがあって行かなきゃなんないんだわ。みんな来てますから。みんな1年ずつよ。え、いや、あのいろんな、舞台には立ってませんけど、うん、一応来て、あの8月の末ぐらいからこう、まあ、そのロケというか取材をしてもらって、それをねこちらに流してもらったりして、で YouTube なんかにも載ってますけど、今年もあれですかね、だいたいスケジュール的には同じ。そうですね、4月、5月、6月と本読みをして、4月にキャストが決まり、まあ、実際には夏休み中ですね、夏休み中をこう中心に、まあ、まあ今年もね、キャストは全く毎年白紙ですから、今年は誰がどのキャストになるんだろうと、ね、はい、まあ、楽しみだったりつまんなかったりまあでもだんだんこうね、あったかくなるにつれて、今日あのマスクしながら音声やってる、なんだ、伸びで小屋が倒れる職人の和光さんがね、もうみんな頑張ってんだから早く取材行かなきゃダメだよってなんか怒り出すんですよ。あ、でもね、まあ8月の下旬ぐらいにならないと固まってこないし、うん、なかなかこうね、テレビ、インターネットラジオ見てるというか、聞いてらっしゃる方も映像として出ないと、ああこういうもんかなというのがね、なかなか出ませんから、やっぱり話だけというよりはね、絵が見えるともう実感というか、うん、またね、イメージも変わってくるし、うん、今年はね、あの私たちは大人はこうあまりこう形は変わりませんけど、子供たちはもう1年経つとね、みるみる成長して、背がうんと大きくなる子もいたり、うん、しますんで、うん、また新しくね、来る子もいますしね。何かあの途中でね、こう話どんどん突っ込むよって言ってたんですけど、なんかずっと突っ込むタイミングがなくて、いらっしゃるんですけど、飲んでないから。ああ、はい、またそっちに行くそっちに行くのやめましょう。あ、そう、先週の土曜日新年会をやりました。そっちに行くのやめましょうってば。なんで新年会っていうだけでこうストップが入るんですかねまた飲んだ。え、いえ、楽しかったね。温泉に入る、そう、私はね、はい、あの和光さんの BGM がなかったんでね。あ、行かなかった。あ、行けなかった。そう、ちょっと、うん、ね、でその分ね、ずっとマジックショーだったんです、マジックショーとハーモニカ夏メロハーモニカとともにミュージシャンがいるもんですから、はい、うん、なかなか大変でした、はい、大変だったんですか。いや
飲んで寝て知らない。いや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 、ちゃんと大変な、ね、1曲2曲はいい、1曲2曲はいいんですけどもね。まあとても楽しい時期を過ごして、あの劇団ナスのはお芝居をやる集団というよりも皆で楽しむ時間を共有するという集まりなので、今度はバーベキューをやります。バーベキューは6月ですかね。あ、その前花見がありました。3月の末か4月の頭に花見をします。花見を今年は、私はね、また新たなバージョンでお花見をするので、あの、ね、江戸彼岸桜というのが那須の話になりまして、その江戸彼岸桜の香木と高い木なんですけどもね、その花を見ようかと、まあ、ソメイヨシノみたいにこう華やかな桜でもないんですけども、とてもこう清楚で。どこにあるんですか？有名なのは寺子というところの江戸彼岸桜というのは有名なんですが、言われてみると聞いたな、はい、私たちが行くのはそういうところじゃない、穴場です。穴場、教えない。いや、教えますよ。じゃあみんなで取材がてる、ザーっていう、ここからだと本当車で、あの大山参道、大山さんのお墓があるところから、もう少し、東側というか、まあ、いわゆる東那須野側に行ったところですかね。そこら辺にあるんですよ。大山墓地というのがあるんですけども、ちょうどうちの劇団に出てるね、あのじいちゃん役のうちのすぐ近くにその彼岸桜があって、はい。じいちゃん家にあるんですか？じいちゃん家のすぐ近くです。そうですね、乃木神社の近くかなって言ったら分かるかもしれない。みんな見てるのかな。そうですね、通りから通り沿いから見えます。あ、そんな感じだったら、あーこれっていう、うん、あーここっていう感じでもね、高い30メートルぐらいあるんですよ、木が。あれこうやって見上げる感じで30メートルって結構高いですよね。そうですね、どこだろう、咲きますか。いや、花だから咲きますよ。咲きますかって、その質問もなんかね。30メートルありますね、うん、結構広告ですね。なんかね、今度木八のメンバーみんなあそこらへんでこうキャラキャラしながら歩いてて、もうちょっと見つけてみよう。はい、ちょっと見てみてください、はい、皆さん。もう色っぽくまとめてくれたところでね、あのなんかまだ全然喋ってないあのふーちゃんがですね、はい、あの本業の方の整え屋さんで、はい、あのなんか先週かなりご